時間はまだ2021年12月31日大晦日、あと数分でね、2022年新年になるわけですけど、呉ではですね、除夜の鐘の代わりに違うものが鳴り響くんですね。それは何かと言いますと、まあここに来てますからね、大体想像はつくかと思います。護衛艦がですね、一斉に汽笛を鳴らすんですね。今回はそれを皆さんに聞いてもらおうと思いまして、あれカラスコ島に真夜中のね、午前0時近いですよ。もうね、あと数分で新年ですからね、そういう時間にやってきたわけですね。このね、護衛艦が、新年に合わせて汽笛を鳴らすのは、まあ大体ね、毎年の恒例行事みたいなもんなんですけどね、人がどれぐらい来てるかなと思っていましたら、割と来てましたね。駐車場が空いてないんで、もう道路際に皆さん車をたくさん止めていましてね、わあすげえなーと思った次第です。それではね、ぼちぼち年が変わるようです。護衛艦が一斉に鳴らす汽笛の響きを聞いてもらいましょう。どうぞ。